さんこんばんは、モダンタイムス店長のひろです。今日はですね、先日行われましたミュージックパワーの、大接番ということで、皆さんにご覧いただきたいと思います。今日見ていただく動画はですね、10月の17日に行われました、酒井宏樹くん、そして高田志麻さん、そして朝日吉高さんの3組で、やっていただいたライブでございました。この日ですね、高田志麻さんと朝日吉高さんは初顔合わせだったりとか、まあね、高田志麻さんと酒井宏樹はご存知だったんだけども、ライブをね一緒にするのは初めてということでね、そういう新しい化学変化みたいなのもね楽しんでいただきたいと思いますので、どうぞお楽しみください。タルタルソース。お前のお皿に乗ってる大きなエビフライ僕にくれよ。こないだ確かクリームコロッケ一つお前にあげるような、暮れ染まった太陽真っ赤な河原と女子高生ナポリタンによく似ているのだ。はあ、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 電車に乗ってバスポケットに忍ばせて出せないまま
出せやしないのさこの街から本当のことを言えば何一つ手がかりは見つからないまま Down to the south 人々は今日もそう気安心で編み出せないまま南へ伝る。で、じゃあ朝日さんはこだわりでした？はい、ね、すごい、これで手挙げたらすごいこだわり持ってるみたい私もこれちょっとカッコつけてんな思って選べんかった。あ、そうか、そうカッコつけちゃったかもしれないけどはい、こだわりを。僕のこだわりはですね、はい、やっぱりね、あの後ろの人見えてるか分かれへんけど、あの裸足なんですよ、はい、いつもね。そうですね、私も思いました、はい、これあの僕なんで裸足かっていうとね、あの、はい、あの自分で歌って弾いてるじゃないですか、はい、あのそれに加えてね、あの踊りたいんですね、ほんまはね。だけどこれあのマイクあってギターあってってやると、もうほとんどね、あのもうなんていうんですか、もう縛られてんのと一緒で踊る場所がないのね、体がね、うんうん、あのもう足しかないからね、うんうん、もうせめて足だけはもう何者にもこう囚われたくないっていうか縛られず、あの自由にも動けるようにっていうので話です。いやー、あのこだわり話というのがこだわり。恥ずかしいなこれだん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 短くなってくるそうかもしれない。音楽始めたきっかけ、私はその作ったのはまた違う理由なんですけど、うん、あの歌を作ったの、うん、始めたのは、うん、まあ、本当に小さい時 4,5 歳の時かな、うん、なんかすごい人見知りだし、はい、なんか親戚のおじちゃんとかにも愛想よくできひんし、意外こうお友達ともパッと遊べないんですよ、うん、こうぐいぐい生きて引っ張ってくれる子じゃないと、あ、すごい娘もそんな風なんで遺伝なんでしょうけどね、もう全然本当は遊びたいのに言えなくってとか、うんうん、で顔もやっぱ無表情が多いんで、笑うのがすごい苦手で、でも歌だけはこうなんかこう自然と、うん、なんかあの音楽会とかは誰よりも一番大きい声で歌ってたり、そういうの考えずに目立っても全然平気やったんですよ、他は目立つん嫌やったんですけど、でこう家族とかでもこうなんかピアノを鳴らしてもらってたんですけど、ピアノでこうお母さんに感謝の気持ちを歌うとか、うんうんうん、なんかそういつも音楽がそばにあって、でそう、それ音楽があったら私はなんかちゃんとなんか楽しく、素敵、ね、毎日過ごせるって思って、うん、あ、多分いいですね、それを目指して歌手になろうとか始まったと思います。秋におすすめの〇〇ということで、はい、もう実は一番選びたくなかったかも、はい、せやね、だってめっちゃ漠然としてるもんねそうですね、この〇〇、そうですね、僕がもう皆さんにおすすめするほど何なのか、うん、なんかすごいありそうじゃないですか、こだわりというか、またそうやって何か上げてきますね僕がこのシーズン個人的に楽しみにしているのは、はい、木ですね、木、紅葉だとかそういうのがなるほどいますけど、もう誰も誘わずに一人で、はい、ぐわって車で山奥とか行きますよ、僕。いいですね、はい、そのまあおすすめスポットっていうか行くとことかありますか、ロッ、ね、ロッコとか。とりあえずあの大阪で一番でかい木っていうのが、うん、種類で何本かあるんですけど、ああ、まあ、僕巨木が大好きなんですけど、巨木、いや別に秋に限ったことじゃないんですけど、この巨木はせえね、はい、別に春でも夏でも勝手に行くんですけど、そんな趣味の人います、巨木が好きっていう人巨木好きって私初めて聞いた。だから誰とも共有しないと思いきや何人かいるんですね、はい、巨木好きが、まあ誘うことはないんですけど、行こうぜみたいなことはない煮詰まったりとかこう落ち込んだりした時に解決、こうやって解決してますみたいなのあります、はい、島さん何かありますか、落ち込んだ時とか、私はリセットする、自分よりめっちゃ不幸な主人公の笑顔をその選んでる時の図がほんまや
自分が。そこはゾンビ映画も大体見てるぐらい大好きなんですけど、ゾンビでやっぱ生き抜いて最後生き抜いて一人残るとか、うん、ああいう人を見ると私も生き残るぞみたいな、うん、なんか自分に置き換えて。めっちゃ意外ですね、あの、はい、曲のなんか爽やかなイメージからは。で、舞台を降りた時の自分と舞台の上の自分っていうのが皆さん違いそうですよね。なんかその普段の自分と、ま、あの舞台、まあどっちが本当っていうことはないと思うんですけど、どっちも本当やと思うんですけど、